ポール・エミール・ボッタはフランスの外交官で考古学者。アッシリア学の草分けで1843年にゴルサバードのサルゴン2世の王宮を発掘したことで知られる。ボッタはトリノで生まれた。トリノはサルデーニャ王国の中心都市だったが当時ナポレオン戦争下でサルデーニャ王国はフランスに併合されていた。ボッタの父で 歴史学者のカルロ・ロボッタはフランスに亡命していたことからフランス側についており戦後は祖国から処罰されることを恐れてフランスの市民権を得た1826年から1829年にかけてボッタはデュオーイコールシリーによる世界探検に同行したアレクサンドリア領事に就任中エジプト、イエメン、リビアを旅行した 1842年にモースル領事に就任した。イギリスのクローディアス・リッチが大英博物館にもたらしたメソポタミアのコレクションに深く印象付けられたボッタはアジア協会のユーリウス・モールと共にモースルの発掘計画を立てた。はじめ、リッチによってニネベの後とされたクユンジクの発掘を開始したが、その後にコルサバードに移り、そちらで成功を収めた。これは メソポタミアの最初の考古学的発掘だった。ボッタの発掘には、フランス政府によって予算が付けられ、出土物は、画家のウジェーヌ・フランダンによって絵に描かれ、前後間からなる報告書、ニネベのモニュメントが作られた。報告書の題はボッタが、コルサバードこそ、古代のニネベであると考えた目であるが、後に誤りであることが分かった。出土物には、今も、 ルーブル美術館に展示されている有名な入浴人面を牛像などの他に設計文字の粘土板もあり設計文字の初期の解読に材料を提供した。ボッタは設計文字の解読はできなかったが同じ語に対して様々に異なる表記があることに気づいた。1848年のフランス革命の後は発掘は放棄されボッタはトリポリアエルサレムに赴任した。 モースルの発掘は1851年になって、公認のモースル領事、ビクトルプラスによって継続された。ありがとうございます。